というわけで毎週金曜日ゴールデン曜日お届けしている「アニマーいきのレ」ですバー沖縄本日の1曲目は私立ジ,ジャスティス学院オープニング熱き鼓動。 はい、そういうわけで、毎週金曜日、ゴールデン曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイム、毎週金曜日、ゴールデン曜日、ゴールデンタイム、午後8時からお届けしている、アニマン兄貴のレデスカバー沖縄、今日も始まりました。そういうわけでね、今日はね、いつもと違って収録放送です。いつもだとね、生中継でお届けしているんですけれども、実はですね、今、番組の MC である私、アニマン兄貴と、それから、実はこの放送最中、 ボボンボ先生アシスタントのボンボ先生も2人とも名古屋に行っております偶然名古屋に行っておりまして、えー、ボンボ先生の方はね、えー、ちょっと遊びに行くという感じで名古屋にいますえそれをもって私アニマーニキの方は、えー、今現在ね名古屋で行われている世界コスプレサミットワールドコスプレサミットに、えー、出場するために、えー、出ていますあのー、名古屋に行ってますまああのー、出場するって言ってもね自分の場合はあのー ね、イベントのいうに、ね、コスプレで出るのもありますけれども取材とか、ね、打ち合わせとかいろんなものがあるので、ねえー、今回は、ね、審査員とかそういうので、えー、行くわけではございません、えー、一般とそれから報道という形で参加させていただいていますそういうわけで、ねあのー、皆さんも、ねあのー、コスプレこの番組、ね、月に1回ぐらいとか2ヶ月にいっぺんぐらいはコスプレの話題してますけれど,してますけれども例えば世界コスプレサミット ね、世界コスプレサミット名古屋で行われてるんですけれども、えー、名古屋で行われてるこのイベントでは。 えー、その会場までねみんなねコスプレのまんま電車で移動したりとか、まあ、迷惑にならないようにねとんがってる分だとか出っ張ってる分があればそういうのは、えー、畳んで、えー、畳んだり折り畳んだりねあとは車でねあの来たりとかするんでバスとかね結構ねコスプレの人が乗ったりとか地下鉄もそうですね地下鉄の方も、えー、コスプレイヤーが、ね、乗ってたりとかして結構面白かったりとかしますでね、あのー、沖縄でもね沖縄ってあんまり交通公共交通機関っていうのがないんでね えー、あの、そういうわけで、えー、ちょっとね、今日はね、ゲストいますんで、あの。あ謎アシスタントいるよね。はい、どうも。はい、お久しぶりです。はい、はい、そう思うもです。謎アシスタントは、はい、ええー、こういう話は知ってますか。あの、例えば、ツイッターとかね、各種 S. N. S. で。コスプレイヤーが。コスプレイヤーが。地下鉄に乗っていた。これはコスプレのルール違反だ。マナー違反だ。だから、警察に通報しようっていうふうに。 呼びかけてる人がいるんですけど、はい、そういうの見たことありますか直接見たことはないですけどあの、そういうのってコスプレで電車に乗ったりとか、タクシーとかバスに乗るのは、だめなんでしょうか、はい、いいんでしょうかえー、一応、あれじゃないですか、なんか公務員のやつとかっていうのはだめかもしれないですけど。そそれれははコスプレじゃなくて 刑犯罪法違反とかい <laughs> いろいろね、あと銃刀法違反とか <laughs>、はい、え狂気準備集合罪とかいろんな罪があってね。はい、例えば今ね、ね、まあ、ヤンキー漫画、はい、ヤンキー漫画見て、ね、これね、はい、ヤンキー漫画を見てそのヤンキー漫画が、ね、角材を持ってるとか鉄パイプを持ってるからってそれを持ってコスプレの撮影だって言って集まっても。はい それ鉄パイプとかさ角、はい、材とか凶器持ってたらそれ狂気準備でもねなんかねいやこれコスプレの撮影だとか言い張る人もいるし、はい、それから沖縄の場合はねあんまりないんですけど沖縄の場合もね実はね、あのー、何回もねこの番組ではさらっとしかさらっとしか触れてないんですけど深く触れてないんですけども実は。 商店街いろんなところの商店街ありますでしょ繁華街あります。ます沖縄の場合繁華街イコール商店街じゃない、はい、その商店街でこあの暗黙のうちにコスプレ禁止になっているところがあるって知ってましたかそうなんですかはい、あるんです、えー、沖縄県内いくつかのところでコスプレ禁止になってますこれコスプレ禁止っていうのは、はい、実はコスプレ禁止っていうのは無理なんですよ、はい、なんでかって言うとどっからどこまでがコスプレなのかわかんない、うん、じゃあどうしてその商店街が コスプレ禁止になったと思いますかっていう話で、何かトラブルがあったんですかね。実はねコスプレ警察っていう人たちがいるんですよ。はい。まあこれこの人たち間違ってるんですけれどもはっきり言います、はい、法律的にこの人たち間違ってるんですよ。はい。あの例えばどっからどこまでがコスプレで、はい、どっからがコスプレじゃないかっていうのは。 あの憲法上、衣服の自由があるんで、はい、どんんな格好してもいいんです、はい、でそこで法律に触れる服装っていうのは、うん、いくつかしかないんですけども、はい、1>, 1個目がまず、えー、謎アシスタントが言った公務員の服、ただ公務員の服着てるだけではだめなんですよ、知ってました 公務員の服に、はい、あのその経歴を表す経歴って階級を表す階級証みたいなとかがついてたらだめなんですよ。あであとそれに紛らわしいものがついてる例えばあ,のあれがそうでしょ国会議員の国会議員バッジってあれつけてたアウトですからね似たようのだめですよあれはねでその国会議員の、ね、バッジとかなんとかついてる人もいるねそれそういうのも コスプレではないけれどもそういうのはね、えー、な,なんて言えばいいの軽犯罪法違反だったりとかするわけです、はい、あともう一つ有名なの何かわかりますか有名なのだやっちゃいけないやっちゃいけないやっちゃいけない,い,けないコスプレっていうかやっちゃいけないコスチュームえー、やっちゃいけないコスチューム、うん、あるんですよやっちゃいけないコスチュームってのは露出が多いとか,かあそうです露出が多いじゃダメなんですねえー、おっぱい それからお尻、はいえー、それから性器、はい、これが出ているのがだめですね<ー>え、これはもう公然わいせつ剤、ねはい、あの公然わいせつ罪の中にえ胸、尻、もも、および、えー、そういうい性器の類のものを要するに公然として露出してはいけないという法律があるので、これが見え,るようで見えてはだめです。はい、ただ、ただ、はい、ただね、あのーこういうのも、こういう場合もあります。 あの沖縄ってねどことは言いません、はい、どこの場所とは言いません、はい、ある特定の地域行くと、はいあのー、女性もね、上半身裸でいるんですよね、屋外ですよ、あ<ー>もちろ、はいうん、いる場所があるわけですね、はい、でそなんでそこであのそこを管理している人たちが、上半身を露出している女性を注意しないか分かります なんでですかえ簡単ですね、あのー、男性が胸を出していいのに女性が胸を出していけない理由がわからない男女差別だとあ訴えられるのが分かってるんで、はい、例えばちょっとこう、まあ、そういうね、海岸とかでね、はい、そういう上半身裸要するにいわゆるトップレスですよね、トップレスの方でも、方ってうのはもう確信をっってやってやるんでそういうい方は、はい、だから結局、うそういうふうに言われて、じゃあ裁判でやりますかって言われた時に、うん なんか例えば注意しに来た方も注意しに来た方々もたジたジになってすっと消えてしまってんふんふんだから本当はここの部分ちゃんとね法律で議論すべきだと思うのね、うん、なんでかっていうとあの何回もねこの番組でも言ってますけど、はい、沖縄でコスプレイベントやった場合、はいね、あの肌の露出が多いとか少ないとかあるけど肌色規制っていうのがあって、うん、内地のイベントではねあの 肌のお腹でもお,お腹とか下手すると腕までね首までね足なんかも当然全部肌色のタイツを着タイツをつけてなきゃなんないでこんなその上から服着なきゃいけないそんなことやったらさ暑すぎて死ぬよそうでですね、うん、でまあもう一つね沖縄の場合はもう結構ね露出が多い服着ている人が多いとかじゃなくて観光地なんで、うん、あの結構イベントやったりする場所もねあのー ビーチから近かったりとかして水着のも歩いてる人とかも結構いたりとかしますからそういうのでね、あのー、だいぶ沖縄の場合は露出規制っていうのは日本では、えー、っとこう緩い方だとは思うんですけれども、まあ、それより何よりさっき話,話元に戻しますけどやっちゃいけない服っていうのは別にないわけですよ。ところが ある一部の、うんあのー、イベント、まあ、コスプレのイベントじゃないんですけど、はい、同人誌即売会同人即売会ってやつで同人即売会の中であのコスプレもしていいよってコーナーがあるんで、はい、そこのコスプレのルールでは要するに同人の即売会ですから、はい、コスプレイベントだったらコスプレで来てくださいなんだけど、はい、そうじゃないイベントがあって、はい、そこの部分でコスプレでの来場を認めないというのが来場しないでくれコスプレで帰らないでくれと。うんうん まあこのルールが法律だと思ってる人がいるんですよ。なるほど。イベントのルールなんで法律の法律じゃございませんので、はいはい。でこれでね一部このこっから先はねあの何回も言ってますけれどもね、うんうん、ある特定の洋服、ある程度ある特定の洋服屋さんが今からね十六七年前までいっぱいあったんですよ。はい。それがね今ないんですよ。全然<え>もうに二三件しかないです。はい。本当の中に、えー、それまで二十件ぐらいあったのよ。 国際通りだけで10軒ぐらいあってアメリカンビリッジの中にも5軒ぐらいあったのに今アメリカンビリッジゼロ国際通りにもゼロそういう服のジャンルがあるんですけどそれは何かっていうとはっきりジャンルは言いませんけど何でかっていうとアニメとかのねキャラクターがアニメとか漫画のキャラクターがそういうファッションをしてるんですよ。これパンクでも何でもいいじゃないですか。ゴスロロリリででももいいいいししーファッション ねね、そ,それを着てるだけであなた、これコスプレですよねって言って、はい、全然本人そのつもりないのよそれでコスプレだってみなして、はい、コスプレは法ふた普段歩くのは法律違反だってでそんなことないですよ私、これ普段着なんで、うん、そうすると行った人は引っ込みがつかないから、はい、今度はあのー、その商,商店会とか、ね、<は>商工会とか商店街とか。 に連絡してだって警察にそれ行っても警察が来てもじゃあこれ不だん着なのねで終わりなんですよ。なんでかっていうとあのこ,れをこれはあなたがやってるのはじゃある著作権物であるコスプレの衣装を着てますよって注意できるのはその版権を持ってる版元だけなんですよ。はい、で判元はい黙人なんです、うん、洋服を作って売らない限りは、うん、コスプレはもう黙人なんで。うん でだって1箇所でも1箇所でも長さが違ってたりとか、はい、違ってたらあのコ,スそのコピーしてるとは言えないし、はい、だから厳密に言うとあのあのほら着ぐるみは完全に似せることができるでしょ、うん、だからる着ぐるみに関しては結構うるさいんだけれども、はい、実際にあの人がやってる場合にはどっからどこまでがコスプレかどうか厳密に規定できないんで。うん うん、だから、あのーまあ、訴えられることはないんですよね、めったに、めったにですよ普通にファッションしてて、そっくりだって理由で訴えられても、困りますからね、うん、でもそっくりだっていう理由で訴え,られる訴えられないんですよ、ところがこれも、ねはい、なんでかっていうと、あのー、著作権の場合に関しては、うん、単純にそういうものがに似てる格好をしているだけではだめで、うん、それによってお金を、利益を得ているとか、それによって宣伝活動をしているとか、これがだめなんですよ。うん、だから コス,プレコスプレとかなんとかいうよりもだから例えばほら有名なね、はいえー、任天堂のゲームの着ぐるみを着て、はい、政治活動とかそういうのやっちゃいけないんですよ全然これはもう全然アウトですはいでそのねだなんでじゃあ商,工街商,商店街でコスプレうちの商店街ではコスプレしないでくれってなったかというとそうすると今度は怒られたくないっていうかその何ていうかな通報してる人と同一人物だと思うんだけど 私コスプレでそこで撮影したいんですけどいいですかで迷惑じゃないから別にいいですよと、はいまあ、宣伝になるから、うん、いいですよそれで、まあ、別にひあのなんていうの,あの禁止してないからいいですよってなりますよね、はい、そうすると私はどこどこの商店街から。 お墨付きをもらったコスプレイヤーだっ言って、はい、でコスプレイヤー写真とか撮るのはいいんだけど、はい、許可取ってるからって言って道路は塞ぐわ店の前に、ね、長時間いるわでね、うん、それでねこのなんていうかね迷惑をかけて、うん、でさらにこれがだから例えばじゃあ私も私もって言って私も許可取る私も許可取るってもう電話がとんでもないことになったりとかして。はい それで面倒くさいじゃない、もん、うん、じゃあもう一律う、ね、あの商店街としてはあの勝手に写真撮るのとかスナップでコスプレしてるやつは勝手に写真撮るのはいいけどこっちとしてはもう認めませんガチャってなるわけです、はい、なっちゃったわけです、これによってだから商店街によってコスプレ禁止っていうところがね、何,何箇所かあるんですよ、いまだに。それをね、だからね今ね、取り,まあ、取り下げてっていうか、もう今は静かになってきたから、もう。

鏡みたいになってるねあれき今日きっとあれだよあのイラストレーターで書いてんじゃなくて AI が書いてる <laughs> 本当そうですよね AI が書いてる今,日今話題のすごい今日は今10秒からいったから10秒あえっとあと20秒で20秒はい開けますだからえっと19分10秒ねはいじゃあカウントしますねあ大丈夫見てるから大丈夫はい10秒 5秒前、3、2、2> はい、そういうわけでね、はい、後半いきたいと思います。まあね、今ね、ちょうどね、名古屋に来てますんで、私はね、こ,のこれも収録放送ですけども、名古屋からお届けしているつもりでね、今喋っております。まあ、名古屋、ね、世界コスプレサミット、でもね、名古屋ね、うん、とんでもないのよ、今週の月曜日、はい、月曜日,月曜日、ね、月曜日、火曜日、はいね、沖縄、何度だったと思います 沖縄三十三とか,、e とか,か、三十一度とかね、三十一度。三十三十度から三十一度。はい、名古屋何度だったと思います?。えっと。三十八とか。三十九度ですね。えー、沖縄より八度とか九度暑いってさ。はるかに暑いですね。どんな世界なん?。<laughs> 沖縄涼しいよね。やばいよね。ま日差しは強いですけどね。 うん、小岳に入ったら沖縄の方が絶対涼しいですよね。うね日陰に入ってもう逃,げ逃げ出すことができれば沖縄涼しいですけども、はい、そういうわけで、ね、今、収録中外夕焼けなんですけど、はい、雲が映ってすすごいねねそうです、ね、リフレクションしてますね,ねなんかあのすごい棒みたいになってるね、はい、木みたいに見えるね。しいなんかはい、はい 最近話題のね AI でねよくツイッターで AI に書かせた絵っていうのが出てくるんだけど <laughs> うん多分今日のねあの夕暮れ空の担当はあのイラストレーターじゃなくてきっと AI が書いてんじゃないかと思いますでもさイラストレーターも AI だよねまあそうなんでなんでかわかるなえっ、ー、とー自動化されてるとかです違う違うアドビイラストレーターで略して AI でしょああなるほど <laughs> あそういうことですね <laughs> ね、はい、A. I. で書いてんだよって、俺が A. I. で書いたっていう。なんかね、<laughs> ああいう、まだ <laughs> アドビーイラストレーターで書いてんのが A. I. かよって、思、ま、い、あ、イラストレーターなんでね。はい。<laughs> まあ、そういうね、あの、皆さんもね、あの、コスプレね、あの、ハロウィンのこと思い出してください。別にね、それでね、ハロウィンの時に、タクシーのロうがね、はい、あの、バスのロうが。ね、まあ、沖縄は電車はあんまりないですけど、電車のロうが。うん。うん。 あと歩いてようが、はいね、かちょっと変わった人って思われるだけでコスプレで歩いちゃいけない法律全然ございませんのでもしねコスプレして歩いちゃダメっていう法律があるのであればハロウィンの時みんなみんなパクられてますんでねみんな逮捕されてます <laughs> そうですね、はい、あの本当に気兼ねなくね本当にあにたまにいるんですなんでかっていうと子供子供がコスプレして、はい、わーいとか言って、はい、あの歩いてる子いるでしょ、はい、あのセーラームーンの服着てる女の子とかに「 これね一般普段ね,普段ねハロウィーンとかイベント以外で来ちゃダメなんだよとか、ね、言いに行くやつがいるのよ、えー、あのそれ間違ってますんでねあの気にしないでください、全然気にしないでください、はい、あ,のあと子供はいいんだけど大人はやっちゃダメだとかいうのもないです、はい、大人も子供も同じ、うんね、それから男性も女性も同じです、ね、そういうところに差別はございません差別区別区ございません。うんうん 皆さんもね、自分でぜひね、手作りのね、うんあのー、コスプレしてね、それでもって、まあちょっと恥ずかしいと思いますよ、普通の日だと。うんうん、でもちょっとしたイベントの時なんかね、みんなそういう格好でね、行けばいいと思います、本当に。ね、ど,どう思いますあ僕も一個おいしい格好を見つけたんで、ちょっとコスプレ楽しみたいなと思っております。<laughs> ハイレグでも履くの、はイグでも、<あ>ハイレグでもくの、ハイレグでうんイレグでも、ハ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 イレんないな <laughs> それ あの東京リベンジャーズに出てくるキャラクターそ。それさっき俺がさい言ってヤンキー漫画じゃない。<laughs> そういうことです。棒持ったりとかしてない？大丈夫？<laughs> 棒持ったりとかしないです。素出ててきます、ね。名古屋に行くとさだからさちょっとそういうあの。 ちょっと会場の近くにそういう人たちが集まる場所があるんですよそこそことちょっとその作品のね、はい、コスプレイヤーがぶつかるのがちょっと怖いです怖いですね <laughs> 毎回ちょっとねここねちょっとねドキドキしますやばいかなって気はするんですけどねはい、はい、そういうわけでね、えー、いろいろねお話してるうちにね、えー、時間の方もま、えー、参りましたやってまりました、えー、そういうわけでね今日のねエンディングテーマはこちらの方でお届けしたいと思いますすげえ変なとこかけるんですけれども、えー、何かける 分かるかな分かんないね分かんないね分かんないですね二十一世紀のずんどこぶしえはいそういうわけでアニマーニクのレレスカボッキナまた来週もよろしくお願いしますまた来週まったのー